今夜のお洗濯情報をお伝えします。まずは天気分布予想を見ていきましょう。この後は西日本を中心に雨の降るところも出てくる予想です。特に九州北部や中国地方は今夜から明日にかけて雨の強まるところもありそうです。東日本や北日本、東北地方は日中に比べて雨は降りにくくなっていく予想です。北海道はすっきりしないお天気続いていきそうですね。それではお洗濯アイコンも見ていきましょう。西日本は雨のアイコンが多く並びました。そして仙台、札幌、新潟、金沢では晴れるところも多くありますが、にわか雨が心配です。部屋干しが安心です。そして名古屋、大阪では干しっぱなしでも大丈夫そうです。お洗濯情報アイコンで見ていきました。そしてウェザーニュースのスマートフォンアプリでは詳しいエリアのお洗濯情報も見ることができます。ぜひご活用ください。